東然、セフカ川人情ミオ通りは、北原愛子の連作時代小説シリーズ。講談社より1989年刊行の、深川ミオ通り木戸番小屋が、第17回、泉京華文学賞を受賞、2013年にかけてシリーズ化された。全六巻、江戸、深川のミオ通りの木戸番小屋に住む心優しい、夫婦と、 暮らしに苦しみ二人の元を訪れる姿勢の人々との交わりを通じて人生の機微を描く。東梁瀬深川人情見通りと題して NHK 総合金曜時代劇で1995年から1996年にテレビドラマ化青木哲夫により2004年から2005年に漫画化東梁瀬深川人情見通りと題し2004年に舞台化された。 深川御代通り木戸、番号屋深川御代通り明かりともし頃新地橋。深川御代通り木戸番号屋夜の明けるまで。深川御代通り木戸、番号屋御用尽くし深川御代通り木戸番号屋宝物。深川御代通り木戸、番号屋深川御代通り木戸、番号屋深川御代通り明かりともし頃新地橋。深川御代通り木戸番号屋夜の明けるまで。深川御代通り木戸。 番号屋三をつくし深川三を通り木戸番号屋宝物深川三を通り木戸番号屋東蘭世深川人情三を通りと題し1995年9月から1996年3月まで NHK の金曜時代劇枠で放送された北原愛子の深川三を通り木戸番号屋シリーズを原作とした時代劇謎を秘めた木戸番号屋の夫婦と町の人々の交流を描いた 原則一話完結のシリーズ。括弧内は、放映日。青木哲夫により、漫画化され、集英社、漫画時代劇ファン2004年第1号から2005年、第3号に連載、時代劇、ファンコミックスから刊行された。全2巻。通りゃ深川人情美容通りと題して舞台化され、石原プロと明治座、味園座の提携による、名作特別公演として、 明治座にて2004年8月1日から8月26日に、味噌の座にて10月31日から11月25日に上演された。ありがとうございます。